おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はロンドンスモッグについて解説していくわ。ロンドンスモッグ？何のことだかさっぱりわからないぜ。確かに、この単語だけだとよくわからないわよね。スモッグだから、煙が関係しているのか？知りたいでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってねー。ロンドンと言っていたよな。イギリスのロンドンで発生した現象なのか？ええ、その通りよ。イギリスのロンドンは霧が多く発生することで知られているわ。ああ、確か、霧の都って呼ばれているよな。よく知っているじゃない。それはなぜなんだ？イギリスの気候の特徴なのかな。イギリスは気候の変化が多い国なのよ。それに加え、メキシコ湾流の暖かい風と、冷たい空気と重なり、霧が発生すると考えられているわ。ほう、そういうことなのか。霧が発生するのにはもう一つ理由があるわ。これが今回のロンドンスモッグと関係しているのよ。ふむふむ。一体どんな理由なんだ？19世紀以降、イギリスでは産業革命が起こったわ。これにより石炭燃料を使用するようになったことは知っているかしら？ああ、確か、蒸気機関車は石炭を使うんじゃなかったか？正解よ。産業革命といえばそのイメージよね。だな。それで、石炭がどうしたんだ？石炭を燃やした後の煙やすすが、霧に混ざって地表に滞留してしまったの。これがスモッグと呼ばれる現象を引き起こし、呼吸器疾患など多くの健康被害を出していたのよ。煙やすすを吸い込むことになってしまったということか。それは確かに健康に悪そうだぜ。そうでしょ。1950年代までの100年の間、大きなスモッグは10回ほど発生していたわ。この中で最も大きな健康被害を引き起こしたのが1952年のことなの。ふむふむ。それが今回のロンドンスモッグってわけか。ええ、背景は大体わかったかしら？ああ、理解したぜ。じゃあ、事故のことを詳しく教えてくれないか？わかったわ。1952年12月5日から12月10日の間、イギリス上空は高気圧に覆われていたわ。上空は無風状態で、冷たい霧がロンドンを満たしたの。12月か。それに霧が発生していたら、寒かったろうな。そうなのよ。あまりの寒さにロンドンの住民たちは暖を取るため、いつもより多くの石炭を使ったわ。ふむふむ。当然の成り行きだよな。同じ頃、ロンドンでは路面電車からディーゼルバスへの転換事業が完了したばかりだったの。ディーゼルバス？従来の蒸気機関車では、使った石炭の 7% しか力に利用できないの。ところが、ディーゼル車は 35% ほどを使うことができるわ。燃費が良くなったんだな。それはどんな仕組みなんだ？まず、ピストンで空気を圧縮すると、空気は熱を帯びるわ。そこに軽油を入れて燃やすと、高い圧力のガスに変わるの。ガスがピストンを押す力をクランクに伝えることで、車輪が回転する仕組みになっているのよ。ほほう。そういうことか。わかったぜ。これらの暖房器具や火力発電所、ディーゼル車などから亜硫酸ガスが発生していたの。亜硫酸ガス？二酸化硫黄とも言うわ。刺激臭がある気体で、石炭の燃焼などで大量に排出される硫黄酸化物の一種ね。適切な処理がされなかった排出ガスは、大気汚染や環境問題の原因となるわね。ふむふむ。大気汚染物質なのか。続けてくれ。亜硫酸ガスは冷たい大気の層に閉じ込められ、滞留していたわ。それがどんどん濃縮され、pH2 とも言われる強酸性の高濃度の硫酸の霧となったわ。硫酸の霧？それってかなり危険なんじゃないか？亜硫酸ガスは、平常時には 0.1ppm 程度の濃度だったものが、0.7ppm もの数値になったわ。浮遊媒人の量は平常時に 0.2mg パー平方メートルだったものが 1.7mg パー平方メートルを超えていたの。7倍から8倍じゃないか。住民たちは大丈夫だったのか？このスモッグはとても濃いもので、前が見えず運転するのも困難なほどだったわ。特にロンドン東部の工業地帯、港湾地帯ではひどいもので、自分の足元も見えないくらいだったの。それじゃあさすがにみんな異変に気づくんじゃないか？ええ。スモッグは建物の中にまで侵入し、コンサート会場や映画館では、舞台やスクリーンが見えないという理由で上演が中止されてしまったわ。舞台やスクリーンが見えないほど？相当濃い霧だったんだろうな。それならスモッグは家にも侵入したのか？ええ。侵入してきたスモッグのため、人々は目や喉、鼻の痛みや咳が止まらなくなったのよ。ひえ？逃げようがないところが怖いぜ。そうよね。霧をシャットダウンするのは難しいわ。相当の被害が出たんじゃないのか？そうよ。このスモッグの次の週まで、病院には気管支炎、気管支肺炎、心臓病などの重症患者が次々と搬送されてきたわ。結果として、例年の冬より4000人も多くの人が亡くなってしまったの。なんてこった。突然そんなことが起こったらパニックになってしまうよな。亡くなった人の多くは老人や子供などで、慢性疾患を持つ患者だったわ。
その後、被害は拡大し、数週間でさらに8000人が死亡したのよ。合計死者数は1万2000人を超える大惨事となった。さらに8000人で、合計1万2000人か。かなりの犠牲が出てしまったな。でも、この件は大気汚染を見直すきっかけになったんじゃないか？その通りよ。全世界にスモッグの恐ろしさを知らしめることとなったわ。さすがに看過できないぜ。何か規制する法律などはできたのか？ええ。イギリスでは多くのススを出してしまう燃料の使用を規制したわ。工場などがススを含んだ煙を出すことを禁止する基準が新しく設定されたのよ。そのような対応をしないと同じことが起こるものな。それに加え、1956年と1968年に大気浄化法、1954年にロンドン司法の制定につながることとなったの。ふむふむ。とても重要なことだぜ。この後、燃料も石炭から天然ガスへ転換が進んだわ。こうして大気汚染問題は徐々に改善されていったのよ。犠牲は大きかったけど、結果的に学んだことがあったんだな。痛ましい事故だったけど、ちゃんと対策を立てることができてよかったぜ。同じことを繰り返さないことが何よりも大切よね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。